こんにちは。こんにちは。世界のトップが競いますワールドトップ4バレー、いよいよ今日は、大一番優勝決定戦を迎えております。優勝の対戦なんですが、世界選手権のイタリアが予想通り出てまいりました、はい、そして一方は、ソビエトが、世界選手権2位のキューバを破って、優勝決定戦に進んでいると、大変面白い対戦になりました。そうですね。特にあのイタリアはあの予選から負けなしですから、素晴らしいゲームをしてますね、うん、なんかこう個性的なプレイヤーがイタリア多いっていう気がするんですけどね、斜めカットのねしてるルケッタやリボンつけてるゾルジなんか見ますとね、そんなとこにも、あの個性的だっていうのが現れてるような気がしちゃって、ね、おかしいんですけどね。個人個人の趣味はバラバラだけども、白いボールを一つ追いかけるバレーボールになると一つになるというね、はい、この辺のユニークさはあるかもしれませんね。そうですね。それからのソビエトがなんといってもパラトナフ監督がね、半年かって作り上げて、早くも実績を上げて、この大会一番伸びてるんじゃないでしょうかね、ソビエトが。そうですね、うん、まあ、ソビエトね、思い切ったプレーで、はつらつとしたプレーを昨日も見せてくれましたから、今日も頑張ってほしいですね。それでは大一番、優勝決定戦、イタリア対ソビエト、どうぞお楽しみください。イタリアとソビエトの決勝戦が間もなく始まろうとしています。ここのところ急速に力をつけてきましたイタリアチームが、世界選手権に次いでこの大会でも金メダルを狙います。一方、しばらく金メダルから遠ざかっておりますこのソビエトチーム、若手を中心としてこの大会でも一試合ごとに力をつけてきまして、久しぶりの金メダルを狙います。放送席解説はミュンヘンオリンピックのゴールドメダリスト、ミスターバレーボール森田純吾さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。楽しみな決勝戦になりますね。そうですね。 いわゆる今の世界の中では本当のそのトップ2、そうですね、この2強のね、はい、いわゆる決勝になりましたよね。そうですよね、画面向かって右サイドが世界選手権の金メダルチームイタリアです。ガルディーニ、トフォーリ、ベルナルディ、カンタガッリ、ゾルジ、ルケッタ、金メダルチームです。セッター以外はこのゾルジを中心に2メーターの大男が揃っております。一方のソビエトチームもクズネツォフ、オリフベル、ルノフ、クラシリニコフ、フォーミン、チェルドニックとセッター以外はいずれも2メーター前後、ベストメンバーできました。この両チームは大阪での予選リーグで対戦しましたけれど、あの時にはソビエトチームが若いエースのフォーミンを途中からベンチに下げたりしまして、セットカウント3対1であの時はイタリアが勝っています。さあ決勝戦が始まります。まずイタリア、ゾルジブロック、飛び込んでいきました。立ち上がりからなかなか両チームの気迫あるプレーが、そうですね、でソ連というチームはね、今までああいうことしなかったですよね。そうですよね。もうどこも行けそうもないってやつはね、 2,3 歩行くんですけど諦めてましたよね。はい、昨日の準決勝などを見ておりましても、このイタリア、あるいはソビエトというのはもうファイティングスピリッツを前面に押し出してきていました。サーブ権はソビエト、チェルドニックのジャンピングサーブ、これはホールディングになりました。しかし両チームともに2メーターの男が揃っておりまして、本当にトップレベルの空中戦が期待できそうです。まあ、今日はあのいろんなあのスローでですね、キッチン型角度からテレビが出ると思うんですけども、はい、あの縦の正面の時のその高さですね、はい、それがちょっと見てみたいですね。ブロックはアウトになりましたけれど、ああいったブロック合戦も本当に興味深いところです。ブロックの上、両チームのブロックをこの大会数字で調べましたところ、大体イタリア、ソビエトともにこういうふうに飛んでいくわけなんですが、これはブロックの上、ワンセット平均6本前後のブロック、その上からバックライト、さすがに世界のナンバーワンアタッカーゾルジ、高いですね。高かったですね今のはね。第1セットは1対0とイタリアリード、いいサーブです。イタリアというチームは本当にソウルオリンピックの頃までは日本とさほど順位は変わらなかったんですが、その後目覚ましく伸びてきました。そうですね、まあ、それだけプロボウルが盛んの国ですからね、はい、そういう影響をものに受けてきましたよね。ベラスコ監督が言っておりましたけれど、アメリカとかあるいはこの当たっているソビエトなどをよく研究して自分たちのバレーを作り上げたということで、この12番がヘアスタイルの特徴あるルケッタ、高いし速いですよね。そうですね、でも彼非常に陽気なんですよね。あ、そうなんですか、
サーブで崩しました。はい、田中さん、今朝の両チームですが、両チームとも今朝ボールを使った練習は一切してないんですね。軽いストレッチぐらいなんです。それからソビエトチームですが、昨日キューバに勝ちまして、その演技をかなり担いでいましてね、はい、朝からプラトーノフ監督は全て昨日と同じようにしようとしているんですね、はい、でまずバスの運転手さんに昨日と道が違うぞと言って、昨日と同じ道を通らせて、はい、なおかつバスの中の曲も昨日ソビエトで大流行していたランバダがかかっていたそうなんですが、今日は違う曲だと言って怒りましてね、はい、誰が違う曲をかけたのはということで、またランバダをかけてやってきました、はい、それからちなみにソビエトのユニフォームも昨日と同じ、それからプラトーノフ監督のシャツも昨日と同じものを着ています。そうですか。ラリーの応酬です。ソビエトボール、レフトオープンからルノフです。ということはやはりソビエトもしばらく金メダルから遠ざかっておりましたので、やはりこの若手も台頭してきて一つのチャンスみたいなことを思ってるんですかね。そうでしょうね。やっぱり目安が出てきたんでしょうね、はい、でもそういう時のチームっていうのはね、監督さんにすればすごく楽しみなんですよ。そうですか、第1セット得点は2対0とイタリアがリードして、サーブ権はイタリアです。セッターに今度はきっちりと戻しました。バックレフトからブロック2枚の上レシーブしてます。ボールが上がりました。イタリアブロック3枚ですが、ホイッスル、タッチネットがありました。ソビエト3枚飛んだ鉄のブロックだったんですが、ネットにかかりました。3対0です。まあ、先ほどアースさんがブロックのデータ取りましたけどね、はい、まあ、本数的には今スローですね。本数的にはもう両チーム変わらない。ただいろいろこう試合見てますとね、ブロックの爆発力、続けてどんどんとそのシャットアウトする力ですね、はソ連の方がありますね。あ、そうですか、だから今日はそのブロックの爆発力をですね、イタリアのコンビネーションがいかにかわしていくかですよね。なるほど、第1セット得点は3対1、イタリアがリードして、サーブ権はソビエト。前衛にゾルジがいます。センターからガルディーニ。ソビエトのブロックの場合は大体鉄のブロックというイメージがあるんですが、イタリアの場合はなんか芸術的な形で持ってきますもんね。そうですね、割と個人技的なブロックが多いですよね。イタリアはブロック3枚。うん、アイアンティングですね、もう初めからこう3枚いってるんですよね。そうですね、だからもう誰が打つかっていうのは大体もうね、決めに勝ってブロック来てるんですよね。あ、ブロッカーが、4対1となりました。ソビエトはコンビネーション軽く打ちました。ネット上カンタガッリ、逆に鉄の2枚のブロックできました。うん、そうですね、リプレイです。ですね、こうやって見てますとソ連のブロックの形がいいですよね。そうですね、サーブ権はソビエト。これは速いスパイクで持っていきましたが、ワンタッチありません。アウト。やっぱり前ブロックかかってますからね、はい、ストレートで逃げてくるんですよね。あ、そうですか、4対2、2点差になりました。決勝戦、両チームともにブロックには相当自信を持っております。サーブも時折強いサーブを打ってきます。シェルドニックがセッターに戻して、時間差ですが捕まります。あ、ミスのお返ししましたね今だね、はい、深いですね。今ルケッタが一旦飛んで改めて飛び上がっていきました、ああいうしつこさですよね。そうですね、3枚のブロック、今のところブロックはイタリアの分がいいですね。そうですね、その差が6対2というスコアになって出ました。ソビエトの方がタイムアウトを取りました。疲労から来る肩こりにパスビタン D がよく効きます。飲んで買った肩こりドリンク、トキワのパスビタン D。 大体がごま油なんかどーでもいいと思ってる。一番搾りです、よろしくお願いします。じゃあごまはごまでも一番搾り、一番搾りごま油は味の素。幸福は体の奥にある。お茶の葉が深い、サントリーのウーロン茶。嬉しい日は嬉しい日は嬉しい
買い電撃一。例えばテレビでは日立20中型99,800円、冷蔵庫ではシャープ400リットル148,000円などなど、電気製品の全てが衝撃の安さ。お近くのダイエーで。いやお元気ですか。お歳暮です。プリマハムです。それではお元気です。プリマハムのギフト。プリマ。Words consist made toxic waste. Why should they send it to me? For consist no toxic waste. Why should they accept it? Manis matadi di kohala. Je pense vraiment que c'est la plus belle chose qui nous est arrivée dans le monde. 地球を動かすのは音楽だ。 TDK New AD 社長。 TDK。第1セット得点は6対5とイタリアがワンポイントリードしています。サーブ権はイタリア。ルノフの速い攻撃でサイドアウトです。いかにも妄想なサーブでしたね。何か速攻というよりもオープン攻撃を真ん中からやってるような。そうですよね、この人はジャンピングサーブ。第1セット森田さんに両チームのブロックなどを注目していただいているわけなんですが、サーブレシーブはここまでどういうふうにご覧になってますか。お互いにいいですね。いっぱいのところサービスエース。7対5となりました。また同じようなところから今度は真ん中に落としました。クズネツォフのクロススパイク。もう彼の場合にはその目立ったドーンというですね、派手なスパイクないんですけども、なんかブロックをこう避けながらよく打ってますよね。そうですね、イタリアのベラスコ監督あるいはソビエトのプラトーノフ監督ともにブロックに対してはいろいろな考え方をしているようなんですが、このベラスコ監督は高いだけがブロックではないというふうなことを言っていましたが、そうですね、我々もですね、現役の時は今のバレー協会長の松田さんからですね、はい、ブロックはもう形なんだよと、やっぱりきちんとその手のひらで当たったボールをね、これ止めなきゃいけないんだということをよくやりましたね。ラリーの応酬。いいラリーでしたね。そうですね、やはり相手のその相当に悔しそうな表情を見せているキャプテンのルケッタ。ブロックに対してのこのスパイクコース。見ましょう。あ、やっぱりブロックもよくついてきてますね。ボールが上がりました。直接戻ってくるソビエトコート。まだボールが落ちません。髪を振り乱しながらゾルジのスパイクが決まりました。8対5です。トスフェイント。この1番のガルディーンの速攻というのはセンタープレイヤーとしてものすごく速いものがありますか。速いですね。もうホームが出来上がってますもんね。あ、飛んだ時に、それから打ち始めが非常に速いですね。そうですね、飛び込んでいきました。ブロックを弾き飛ばします。第1セット得点がこれで10対5になりました。ここでソビエトの方が2回目の作戦タイムを取ります。2メートルの選手がこういう風に飛び込んでいきます。やっぱり守備範囲広いですよね。それとイタリアチームの場合はだいたい普通の作戦タイムの場合は選手が丸く輪を描いて立ち上がっているんですが、イタリアチームの場合はこういうふうに逆に座り込んでしまいます、というのはですね、はい、監督が低いんですよね、身長が、はい、ですから2メートルの男を座らせて、なるほど、監督がやっぱりちゃんとこう指揮をするとそうですかいうこともあるんですよね。あ、なるほどね。第1セット得点は10対5、イタリアがじりじりとリードを広げてきました。この辺の得点差はどういうふうにご覧になってますか。そうですね、やっぱりソ連のスパイクをよくイタリアが拾ってそれをこううまくスパイクに持ってってますよね。はい、サーブ権はソビエトに移りました。
ライトからつながってます。ソビエト、フォーミンがレフトに振ります。シェレドニック、ソビエトはレシーブ、クロスインナー、ゾルジでした。いとも簡単に打ってるようですけど、やっぱりすごいとこ決まってるんですよ ね、 あれね。今のなんかイナのものすごいとこ中ですもんね。速攻でサーブ権を取ります。ソビエトというと高さとそれから力の伝統のバレーといいますが、一方のこれからレシーブするイタリアチームのバレーボールってのはどういう表現になりますか。そうですね、まあ、日本流 の、 そのコンビネーションバレーに高さですね、はい。サーブ権はイタリア、これはネットにかかりました、ミスです。11対5、依然としてサーブ権はイタリアにあります。ちょっと苦しいソビエト、カンタガッリ、ブロック3枚の上、アウトボールだったかな、それでも強引にフェイント、ゾルジが上げてカンタガッリ、ブロック3枚、なかなか落ちません。ホイッスルはドリブルです。まあ、ソ連の方もサーブ権取れるんですけど点が取れないですね。そうですね、センターからのコンビネーション、なんかイタリアの場合は本当に速攻とかあるいはオープン、そしてバックアタックと様々な攻撃パターンがあります。本当バラエティですよね。そうですね、フォーミンが後ろに下がります。依然としてルノフを中心にソビエトは2メーターの高いブロックがあります。バックライトからルノフとそれからキャプテンのクズネツォフ、11対6になりました。ブロックの後つなぎます。今の打ち方なんかを見てますと確かに森田さんがおっしゃるようにうまく打ってますね。そうですね、この外さないんですけどよくブロック見てタイミングずらしてますよね。そうですね、イタリアの高い3枚の壁の低い方をタイミングをずらして打ちました、はい、11対7、4点差になったところで作戦タイム、イタリアです。夢ユートピア、信頼、未来の幸せのために夢を見るのかな。前向きです、ただひたすら前向きです。明日の明日、あなたの夢持ち続けてください。いつかきっと実現するはずです。この夢絶対叶えてみせる。あなたの夢、99年ローンで日本モーゲージ。あ、まだ会社遅くなるわ。あっそう、今夜は美味しいオージービーフなのに。すぐ帰ります。やったー、ごめんね、今夜はステーキなデート、ごめんね。お先、憎いね、美味しいね、みんな一緒だったね。大自然の味わい、オーストラリアからオージービーフ。遅れを取るな。 Q8 ソフトが使えるパソコン、エプソン PC クラブ。君だけを一人一人の二人になったり、二人で一人になる二人、好きでたまらない、マキシムレギュラーコーヒー。ゴスパラフェース、アスパラエス、アスパラこの曲いいよね。どうかな、何人出るかな、出るよね、知らねえよ。
勝った方が金メダル決勝戦です。第1セット得点は11対7、イタリアがリードしてサーブ権はソビエト。玉足の長いサーブ、ライトからブロック2枚、なかなかのブロック合戦、見どころがあります、もう初めからね、にょきっともこういって出てますもんね。あー、そうですね、すごいすごい。斜めの速攻、高いイタリアの壁でした。3人行きましたね。そうですね、ゾルジ、ガルディーニ、それからカンタガッリですから2メーターですね。2メータートリオです、イタリアはライトから、今度はソビエトがお返しです。一人で飛びましたね、これ。あ、二人飛んでますか。しかしあのコースに対する読みというか、あの辺を感じさせます ね。11対8、3点差、コンビネーション、これをブロックの後レシーブしましたソビエト。フォーミー、見どころがなかなかあります。すごい、メンバーチェンジ、ガルディーニに変えましてアナスタージを入れます。第1セット得点は11対8、2枚飛んで真ん中から、今度はソビエトの方がメンバーチェンジです。オリフベルに変えまして3番のシャチンを入れます。さあ、この辺から第1セット中盤の大事なところですね。そうですね、イタリアはライトからブロックの上、シャチンがレシーブ、直接返しました。今度はレフトからブロック3枚の上、もう1本ね、やっぱりレシーブしないとね、はい、点数にならないですね。そうですか、1本だけのレシーブじゃやっぱりダメですよ。サーブ権も取りましたイタリア、ソルジのジャンピングサーブ、サービスエースで12点目が入りました。あってみるとやっぱり角度ありますよね、ネット越えたらすぐ落ちますもんね。スピンがかかっています。またありましたね、連続ポイント、サーブで続けて点を取りました、13対8。これもいいサーブです、ライトからフォーミンです。このセットの両チームを見ますと、ブロックはイタリア4本、ソビエト6本ですが、サービスエースがイタリアの方にすでに4本ありまして、この辺 のバランスという点ではやっぱりイタリアがあるんですかね。そうですね、1セットあたりにやっぱりあのサーブポイントを4本やられたらちょっと手が出ませんね。はい、13対8、5点差です。第1セット、カメラマンがこのオゾルジをよく撮りますが、それだけイタリアの世界のトッププレーヤー、中心的存在です。サイドアウトでサーブ権がソビエトに移りました。フローターで玉足の長いサーブ、フォーミンがレシーブしましたが、これはコートの外、イタリアメンバーチェンジで1番のガルディーニを戻します。サーブで崩されました。セットポイントを握ります。5本ですかこれでね、はい、そうなります。6人がいろんなサーブを打ってきます。バックレフトから、このフォーミンはもうすっかりおなじみになりましたが、22歳、これからの選手です。でもソ連のエースですもんね。そうですね、ソビエトもオリフベルを戻しました。1回目のセットポイントは逃れました。ルノフのサーブ、一人時間差といえばやっぱりミスターバレーボールの森田純吾さんですが、いかがですか。そうですね、やっぱりあのクイックの入りがあの非常に力強いですよね。あ、そうですか。どうしてもやっぱりクイック飛んじゃうから。2回目のセットポイント、
これはブロックの上から来ました。チェレドニック、フォーミンとおりますので、やはり2メーターの壁ができています。いいとこ狙ってるんですけどね、はい、ボール1個分だけやっぱりこう大きいですね。3回目のセットポイントになります。力で持っていこうとしましたが、これはミスになりました。第1セット15対8、さすがに世界選手権の金メダルチーム、イタリアがまず第1セットを取りました。愉快痛快ワンボン。みんなで全然食べようよ。ヘルシースナックカルボニアズンレーズン新登場。みんなの笑顔が見えてきます。ハムの名品、伝承の味、愛する人に贈ります。伊藤ハムの贈り物。伊藤ハム、綺麗が美味しい。新鮮生ハシボリ、ドクダミハニー8対2。綺麗は美味しいをください。綺麗は美味しい。新鮮生ハシボリ、ドクダミハニー8対2。ソフトはたくさん使えるか。ん、画面は綺麗か。ん、あの PC エンジンのソフトがそのまま使える。 PC エンジン GT 登場。テレビも見れるぞ。わー、綺麗。そろそろお家へ帰りましょう。僕たちのスイートホーム、マンションの初ホーム。竜ゼミの館、両国国技館大規模な博、総額50億円の一品ごくつを畳千畳に台座売り。23日まで両国国技館全館借り切り、連日夜9時まで大好評開催中。今年の暮れはキャベツがある。胃の調子が悪くてもこれを食前に飲むと胃の働きが良くなって美味しく食べられる。飲める。おまけに翌朝辛くない。今年の暮れはキャベツでいける。キャベツでやれる。第1セットは15対8、第2セットも15対11、いずれもイタリアが取りまして、試合はこれから第3セットに入ります。イタリアのこの背中越し6人は全く変わっていません。ソビエトの方はこのセットフォーミンを下げまして、スタメンからシャッチン3番も入れてきたようです。しかしそれにしましても、森田さん、第1セット第2セットとイタリアチームというのは本当に隙がありませんね。そうですね、1、2セットともやっぱりさあ、バレーボールは10点から大事だよというところですね、はい、きちんとバレーやってますよね。そうですね、これはネットを越えませんで、第3セット得点は1対0、ソビエト1ポイント取りました。サービスエース、深いところをついていったサービスが、これ初めて前に落としました。変えてきましたかな、はい、っていうのはあまりにもミス多かったですもんね。そうですね、2対0。今度長い、今度は入りました。面白いもんで、前に決まったら後ろの深いところも入るようになりました、やっぱりそういう揺さぶりのサーブっていうのは意外と効くんですよね。3対0です。セッターのクラシリニコフ、ライトからのすごいスパイクです。さあ、こういう状態でソ連は先に行きたいんですよね。そうですね、この試合3点リードを奪ったのはソビエト初めてです。シェレドニックのスパイクが決まります。ゾルジがブロックに行きます。いや、いいコースでますね。サーブ権はソビエト、ゾルジがライトから、サーブ権はイタリアです。拾いました、ダイレクト。
第3セットの立ち上がり感じとしてはいいんじゃないですか、ソビエト。そうですね、やっぱりあの立ち上がり2本のサーブポイントですね、これでちょっと楽になりましたよね。はい、続かないですね。今日はこういったサーブミスが本当に目立ってます。ゾルジのジャンピングサーブ、チェレドニックのレシーブ弾かれました。それとも3つ目ブロック3枚でボールが弱まってレシーブ、そして打ちましたが捕まりました。ロケットですね。はい、高い、顔が見えてますね。もうライトからこれもブロックアウト、ドスーンという音がしまして、本当に重いスパイク、重いブロックの音、うん、タイミングが合ってるから怖いですよね。あ、そうですね、角度違ったらもう全部コート入りますからね。うまい、リバウンドボールをポーンと上げました。軽く打ちました。ワンタッチありません。ありました、ありましたね。やっぱりだから大きい相手の時にああいうストレート打ちがしっかりできるかできないかですね。ああ、そうですか、3対1、バックライトからようやくソ連らしいスパイクになってきましたね。そうですね、本当にそうです。リードしているソビエトのサーブです。バックライトのお返しはゾルジのスパイクアウトです。4対1。こうやって両チームの選手を比較しますと、イタリアの選手よりむしろソビエトの選手が感情を表に出しているようです。そうですね、なんか涼しい顔してますもんね、イタリアの方は。サーブ権はイタリア。時間差です。ブロック3人飛んでそれぞれ飛び上がっていったんですが、中央を突破していきました。でこの4点までの間にですね、はい、サーブも2つありましたけど、まあ、いろいろこうスパイクやってますね、トスがきちきちっと上がってますね。ああ、そうですか、うん、フェイント、そういった意味では両チームとも組織だったバレーはやってるわけですか。そういうことですね。ライトからのスパイク、シャチン、バックトス、ゾルジが上げてレフトから押し込んできました。ああいうところですね、やっぱり日本チームもできるといいんですけどね。はい、これはスパイクミスです。うん、こういうミスが、ね、今日割と多いんですよね。1点差になりました。本当に強い時のチームというのは相手がセットポイントやマッチポイントを握っていても負ける気がしないと言いますが、このイタリアチームを見てたらまさにそんな感じですかね。本当ですね、余裕じゃなくて本当に自信あふれてるですね、みんなプレーヤーが ね。マサさん、はい、田中さん、ベラスコ監督もですね、確かに今のソビエトは徐々に調子を上げてきているんだけれども、はい、負ける気はしないというふうに話してたんですね。はい、それからですね、大子コーチがですね、たまたま見てまして、今日は控えの選手出してもイタリア勝てるんじゃないのなんていうふうに話してたくらい、はい、やっぱり余裕があるようです。そうでしょうね、確かに一人一人のバレーボールを見ておりましても、田中アナウンサーからリポートが入りましたように、自信満々のイタリアチーム、カンタガッディ、ここでホイッスルがありました。球審のキューバのテレスベントさんからホイッスルがありまして、5対3、イタリアライトから。だから私たちはなんとなくこれだけ強いチームがもうちょっと困った時の状況を見てみたいなと思うんですけど、ね、うん、そうですね、どうやったら困るのかね、ソビエトチームも前線しておりますけれど、さすがに強いイタリアチーム隙がないというお話がありましたけれど、
アラを探すとしたらどこにあるんですかね、このチームは。やっぱり ある程度はもうソ連がまあサーブミスしてますけどね、ああいうサーブから崩さないかんでしょうね、はい、もうすごいスパイク、でやっぱりゾルジの、ね、コース読んでるのソ連はね。ああ読んでますか、まあ、今これが簡単な形ですよね、はい、読んでても取れないんですよね。ああそうですか、オーバータイムスになりました。5対4でまた1点差になりました。ソビエトがリードしていますが、ワンポイント差。ゾルジ、そしてライトから、今度はレフトから受けた。シュレドニック、レシーブして2で返しました。もう1回、これもレシーブ、そしてゾルジ、その前のこの1番のガルディーニの好レシーブが2つ続きました。こういうところですよね。5対5、難しいプレーなんですが難なく追いついたように感じます。そしてトホリですね、セッターのトホリがブロック、6対5。1枚でね、全く隙がありません。6対5、イタリアが1点をリードしたところでタイムアウトです。パイオニアが作るとこうなる、コードレスマシーン誕生。母さん、おやつはジップです。どうして覚えてくれないの？レンジでチンするハンバーガー、母さんうっかり忘れちゃう。何やってんの？レンジでチンするハンバーガー、母さんおやつはジップです。春菊、順番が違うんだよな。春菊は一番最後だろう。お前がな、嫁さんもらえないわけ分からない気がするよ。春菊出せよ。え？鍋がある、愛がある、蜜柑味ポン。大栄恒例大電撃市、例えばテレビでは日立20旧型99,800円、冷蔵庫ではシャープ400リットル148,000円などなど、電気製品の全てが衝撃の安さ。お近くの大栄で。愉快痛快ワンモン、どこまでも強く、どこまでもわんぱくに。マルダイの商品で池谷橋本両選手のサイン入りグッズが当たります。今年の暮れはキャベツーがある。胃の調子が悪くてもこれを食前に飲むと胃の働きが良くなって美味しく食べられる。飲める。おまけに翌朝辛くない。今年の暮れはキャベツーでいける。キャベツーでやれる。簡単、美味しい、新しいカンタブランチ。カンタブランチ、簡単、美味しい、新しい、カンタブランチ。ブランチはきちんと美味しく、ハウスカンタブランチ、新製法で新発売。第3セット6対6、同点が続いておりましてサイドアウトになりました。さあ、これからですね、第1セットを取っております、ね、イタリア。これからそれが踏ん張らなきゃいけないし、イタリアがどう点取っていくかですね。バックレフトから、今日はいろいろプラトノフ監督も注文を出しているようですが、今のソビエトチームにまだまだ必要なことがあるとしたらどんなことになりますか？そうですね、やっぱり、まあ、テクニシャンね、はい、これがもう一枚欲しいですね。あ、もう一枚ということはクズネトフみたいな選手ですか？そうですね。ツーで打ちましたがレシーブ、ゾルジ軽く打ちました。で、ああいうボールをですね、イタリアは上げていくんですよね。はあ、なるほど、結局その辺がテクニシャンという言葉になるわけですか。いわゆるそのコートの中 6人の中に1つそういう拾い山できる選手が欲しいということですよね、はい、7対6、ワンポイントイタリアがリードして、サーブ権はソビエトです。セッターのクラシリニコフのサーブ、
ルケッタが相手のコートを見てからトスアップしました。ライトからです。だから両チームを比較しますとね、はい、今の世界のバレーっていうのはセッター体格がいわゆるエースクラスの選手が来るんですね。だからこれを比べてますとやっぱりゾルジと12番のチェルドニックの差がやっぱりもの出てますよね、はい、なるほど、第1セット第2セットをこのゾルジを中心としてイタリアが取りました。第3セットに入っています。カンタガッディ、キャプテンのルケッタが前衛に上がってきました。ゾルジ、カンタガッディと2メーターの空中戦ブロック、フェイントダイレクト、これはオーバーネットです。ラッキーだったんですけどね、イタリアのルノフがね、もうこれはドカーンと来るなしてね、頭かいて下で崩れ回ってるんですよね、ソビエトのミスが出まして8対6。サイドアウト、メンバーチェンジです。ソビエトはフォーミンもコートに入れます。この4番のオリムベルに変えて入れました。で割とあれですね、日本でも名前知り合ってるのが人気あるんですよね。そうらしいですね、ゾルジ、このゾルジとあるいは先ほど入りましたソビエトの8番フォーミンとか相当日本でも人気が出てきました。8対6、2点をリードしているイタリア、ブロック2枚、2メートルの男たちがフライングレシーブ、ソビエトのスパイクはミスになりました。レシーブで拾った1点です、イタリアのレシーブ返しですね。なかなかベルナルディも199センチ、体をひねって打ちました。今のスパイクを見てもそうなんですが、先ほどのレシーブといい、ただ単に大きいだけではなくて力も持って柔らかさも感じさせる、そうですね、要するに器用なんですよね、はい、9対6、ブロックリバウンド、ルケッタブロック3枚、非常にうまく打ちましたかね。3点差です。伸びていきました。サーブミス、さあ9対6、3点差、ソビエトクズネツォフのサーブです。和佐さん、はい、田中さん、ソビエトプラトーノフ監督ですが、まだ間に合うから頑張れというふうにしきりに話しているそうです。それからですね、フォーミン選手入れましたね、フォーミン選手第2セットで変えられたんですが、その時喧嘩をしたんですよ、プラトーノフ監督と。そうなんですか。それをですね、3セット目外したんですね。はい、そうだったですよね。でもなんとかしたいということで、ここでフォーミン選手使ったようです、そうですか。ラリーの応酬、シェレドリック、いやー、それにしてもよくイタリア拾いますね。本当にそうですね、珍しくゾルジが笑顔を見せました。トスフェイント、フォーミン、どうも本来の力を発揮できないようでメンバーチェンジ、ルノフに変えましてナウモフを入れました。やっぱりそれもね、レシーブしてるんですよね、はい、やはり1点のボールがですね、やはりスパイカーが頑張りきれてないんですよね。センターからフォーミン、今この8番が映りました。先ほど田中アナウンサーからリポートが入りましたけれど、そうですか、あのプラトノフ監督となかなか勝ち気な22歳です。やっぱりこうやってゲームやって劣勢になってますとね、やっぱりカリ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 するんですよ、お互いにね、はい、そうでしょうね。9対6、点が動かなくなりました。また好レシーブ、ルケッタ、ね、これもレシーブで拾いました、10点目。イタリアの場合にはやっぱりこうレシーブは必ずスパイが頑張って点取ってるでしょ。そうですね、
やってあげてもファインプレーですよね。レシーブしましたが、これはコートの外、それでね、決められてもね、必ずボールを触って決められてるんですよね。あ、そうですね、必ずやっぱ身を挺してね、ボールのとこ行ってるんですよ。今度はレフトから。こういうふうにあの決定的にやられることが少ないですね、イタリアの方は。ね、第1セット15対8、第2セットも15対11。2セットを取っているイタリアがこのセットも10対6とリードしています。ソビエトは世界選手権で銅メダルを取りました。しかししばらくあのかつてのバレーボール三大大会5連覇したような強さはありませんで、若手を中心にプラトノフ監督が再びソビエトの黄金時代を築こうとします。一方メンバーチェンジをしましたこのイタリアチーム、マルティネッリとデジョルジを入れました。ゾルジと第1セッターのトッフリを休ませました、ね、2セット目もこのパターンありましたね、はい、10対6本当に隙がありません。11対6、5点差がついたところでソビエトの方が2回目のタイムアウトを取りました。今年の暮れはキャベツがある。胃の調子が悪くてもこれを食前に飲むと胃の働きが良くなって美味しく食べられる。飲める。おまけに翌朝辛くない。今年の暮れはキャベツでいける。キャベツでやれる。音が良いのはローランドです。ローランドピアノデジタル登場。スマイルフォーミー虹色の微笑み、いつだって見つめて。ふわふわルンルン、みんなで踊ろう、愉快な笑顔でこんにちは。さあみんなで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 シトロベリーだ。マカドよ、博多豊野か。一人一人の二人になったり好きで好きでたまらない、二人で一人になる二人好きでたまらない。マキシムレギュラーコーヒー。簡単おいしい新しいカンタブランチ。カンタブランチ簡単おいしい新しいカンタブランチ。ブランチはきちんとおいしく。ハウスカンタブランチ新製法で新発売。うまいに一生懸命ロースハム丸ごとオーブンで焼く。厚切りもうまい。贈り物に丸大ギフトセット。今年の暮れはキャベツがある。胃の調子が悪くてもこれを食前に飲むと胃の働きが良くなって美味しく食べられる。飲める。おまけに翌朝辛くない。今年の暮れはキャベツでいける。キャベツでやれる。第1セットは15対8、第2セットも15対11と2セット取りましたイタリアが第3セット13対7点差を広げています。このソビエトチームはこれからまた再び遠ざかっております。金メダルを取って黄金時代を築こうという若いチーム。一方のイタリアチームはこのソルジを中心とした非常にまとまりのあるチーム。得点は13対7です。上がりました。ロケットのレシーブですね。この辺がイタリアのバランスの良さ。これは捕まりました。何か会場のお客さんもイタリアチームの強さに見入られているようで。13対7。メンバーチェンジ。これでまたベストに戻しました。
イタリアチームは本当に2年前のソウルオリンピックまでは日本とさほど順位が変わらなかったんですが、ベラスコ監督になりましてからあっという間に世界のトップレベル金メダルまでのし上がってきました。13対7、ブロック3枚、バックライトからうまくレシーブしてライトからラリーの応酬になりました。これはフォーミンがうまく決めました。そうですね、よくブロック見ましたね、はい、ブロックの間あたりじゃないですか。そうですね、何か最後までこの辺のボール1個分が入りきらないようです。今日はね、今年の世界選手権で金メダルに輝いたイタリア、そういえばワールドリーグでも金メダルを取りまして、今や世界のトップチームになりました。乗り切ってるところですね、はい、このスパイクはワンタッチがあるようです。全ての道はローマに通じると言いますが、このイタリアチームを見ておりますと、この2年間ものすごいトレーニングをして組織だったバレーボールをしてきたのがよく伺えます。そうですね、はい、その通りですね。ライトからブロックアウトになりました。マッチポイントを迎えました。ローマは1日にしてならずと言いますが、イタリアチームの芸術的なバレーボール完成に近づきつつあります。マッチポイントは逃れました。ソビエトの今の選手の表情を見ているとやっぱりイタリアは強いなというような感じですかね。中盤まだ頑張るんですけどね、はい、どうもその後はいきませんね。そうですね、カンタガッティ再びマッチポイントを迎えました。まあ、ソ連の方は世界選手権終わってから一度チームをはい、バラしてますからね。アウトです。第1セットから第3セットまで競り合うところまでは行くんですが、イタリアが簡単にこういうふうに抜け出てきます。10点近くでポンと抜けますよね、はい、カンタガッティ、トコリが打ちましたがブロックに捕まりました。14対8です。ソ連のブロックも素早かったですね、はい、ダイレクト14対9。ここでマッチポイントを握っているイタリアの方が1回目のタイムアウトを取りました。もうほっといてもね、点数入ってくると思うんですけど。そうですね、サーブレシーブが2本崩れましたからね。サーブ権は現在ソビエトの方にあります。まあ、あと勝つとかきっちり 勝ちたいという監督の考えですよね、はい、ソ連との対戦が別に今日で終わるわけじゃないですからね。そうですよね、これからもやっぱりずっとつながってきますから。まあ、監督としてもこれだけのチームになりますと安心して采配は振るえるでしょう。そうでしょうね。14対9、アウトですか。ここから見てると入ったように見ましたけどね、はい、選手の陰で見えなかったんじゃないですか。かもしれないですね。3回目のマッチポイントになりました。バックライトから、これはいかにもソビエトの力を証明するようなスパイクでした、チェルノニクバリの、はい、彼本来のスパイクですよね。つなぎました。レフトからブロック3枚、ブロックアウトです。14対10。イタリアはセンターからルケッタの速攻です。4回目のマッチポイントになりました。
センターからの速攻、ブロックの後レシーブ、そしてレフトからソビエトもつなぎました。ブロック3枚、またマッチポイントを逃れました。避けたボールに当たっちゃいましたね。5回目のマッチポイントになります。今年の世界選手権で金メダルに輝きましたイタリア、一方銅メダルチームのソビエト、この大会の決勝戦。4点差、簡単にこれでまたサイドアウトでサーブ権を取りました。マッチポイント、軽くサーブを打ちました。マッチポイントを握っておりますイタリア。なんかソビエトの方も意地でやってますね。簡単にやらないとですね、はい。7回目になりますマッチポイント、まあ、かつてはイタリア半島の小さな国があれほどの巨大な帝国を作りましたが、バレーボールでも90年代そういった展開になっていきますか。一方伝統のソビエトバレー、簡単に金メダルはやりたくないところです。マッチポイントをしのぎました。カンタガッティブロック2枚、今度はライトからソロジ、これもブロック2枚、引っかかりましたね。クズネトフですか、見ましょう、内側の手ですね。3点差になりました。また捕まえました、連続してショットアウト。2点差になったところでイタリア作戦タイム、リプレイです。リズムがスパイクのリズムは同じですね。そうですね、1-2-3、1-2-3といううちに来てます。角度を変えて、いやブロックもよく揃ってますよね。もう1回、いや鮮やかでした。14-8から追い上げたわけですか、7ですか。イタリアとソビエトの決勝戦、でも14点取ってますからね、早く終わりたいという気持ちが多少あるんですよね、イタリアの方に、どうしてもそうするとスパイクまで落としちゃうんですよ。ブロック弾いた、強打、ソビエトの選手がガッツポーズを見せました。来ましたね、来ましたね。1点差です。これは入りました、ユース、6点連続。メンバーチェンジでカンタガッティに変えてこのジャーニーを入れました。14-7から追い上げましたソビエトチーム、デュースです。これもです、これもです。逆に第3セット、ソビエトがセットポイントを握りました。ジャーニー、スパイクはワンタッチありません、スパイクミスになりました。第3セット大逆転です。連続9ポイントを取りました。すごいですね、イタリアの方がよもやのこのセット逆転負け。あの試合の始めに言ってました、ソ連のやるブロックの爆発力が出ましたよね。そうですね、これでセットカウントはソビエトに対してイタリアの2-1となりました。大体が
ごま油なんかどうでもいいと思ってる。一番搾りです。よろしくお願いします。じゃあごまはごまでも一番搾り、一番搾りごま油は味の素。嬉しい日は嬉しい日は嬉しい日は素敵の日、嬉しい日には素敵ミラー。ソフトはたくさん使えるか。ん、画面は綺麗か。ん、ん、あの PC エンジンのソフトがそのまま使える。 PC エンジン GT 登場。テレビも見れるぞ。簡単、おいしい、新しいカンタブランチ。カンタブランチ、簡単、おいしい、新しい、カンタブランチ。ブランチはきちんとおいしく、ハウスカンタブランチ、新製法で新発売。どこまでも強く、どこまでもわんぱくに。マルダイの商品で池谷橋本両選手のサイン入りグッズが当たります。今年の暮れはキャベツーがある。胃の調子が悪くてもこれを食前に飲むと胃の働きが良くなって美味しく食べられる。飲める。おまけに翌朝辛くない。今年の暮れはキャベツーでいける。キャベツーでやれる。愉快痛快バーボン。今年の暮れはキャベツーがある。胃の調子が悪くてもこれを食前に飲むと胃の働きが良くなって美味しく食べられる。飲める。おまけに翌朝辛くない。今年の暮れはキャベツーでいける。キャベツーでやれる。決勝戦にふさわしい大熱戦となりました。試合はこれからファイナルセットに入ります。ソビエトのサーブでファイナルセットが始まりました。まずジョルジー、ラリーポイントのファイナルセット。サーブ権に関係なく点が入ってきます。イタリアの方はスターティングメンバーは最初と同じ、戻しました。ブロック連続ポイント。このソビエトの方は3番のシャッチンと9番のナウモフを入れてきています。日本戦でも変わりませんね、はい。これはアウトです。サーブ権に関係なく点が入ってきます。ラリーポイントのファイナルセット、2対1です。決勝戦、イタリアのスパイクはアウトになりました。2対2です。ラリーポイントですから本当にあっという間に決着がつきます。もう10分でつきますね、はい。ポイントイタリアです。3対2となりました。これで3対3です、第1セット第2セットはこのイタリアが取りましたが、第3セットと第4セットをソビエトが取りました。特に第3セットの大逆転、14対7からの大逆転でリズムに乗りました。あ、ナイスブロックですね。ジャンピングサーブ、4対3からこれで4対4となりました。レフトからです。なんか本当に目が離せませんね、もうラリー制ポイントになりますとね、当然サーブミスすると1点になりますから、サーブ打ちが弱くなりますね、はい。ですからやっぱりこういう状態はこう続いていくと思いますよ。5対4、あーサーブ、そして6対4となりました。ソビエトがこれで2ポイントリードを奪いました。6対5、こういう展開になりますと森田さんたちがミュンヘンで準決勝を戦ったブルガリア戦のような、凄まじい
ものすごいゲーム展開になっています。軽く打ちました。ブロック、まだボールが落ちません。ソビエト好レシーブ。すごい試合ですね。これまで試合の前半イタリアがしてきたようなレシーブのお株を奪いました、いいレシーブしましたね。ナイスレシーブです。7対5、若いソビエトが2ポイントリードしてブロック。8対5、3点差になったところでコートチェンジです。2人の合作ですね。ラリーポイントでこれで8対53点差になりましたが、いかがですか。シーソーゲームの展開になってかなと思ったんですけどね、はい、意外とソ連のレシーブがいいですね。そうですね、第1セット第2セット取った時にはイタリアがストレートで勝つかと思ったんですが、第3セットの大逆転でイタリアもリズムが狂いました。ここでイタリアの方はルケッタに変えましてジャーニーを入れてきました。キャプテンを下ろしましたね、はい、決勝戦です。ソビエトが大逆転で金メダルを手にしますか、それとも世界選手権の金メダルチームのイタリアがひっくり返しますか。8対62点差です。ソビエト2ポイントリードしています。丁寧に返しました。バックライトからジャーニーの投入が当たりましたね。そうですね、1点差、8対7です。これも、ジャーニーですね、追いつきました。8対8、ラリーポイントのファイナルセット、同点になったところでソビエトタイムアウトです。ソビエトの方もしばらく国際大会では金メダルから遠ざかっておりまして、この試合で勝ちますと本当に久しぶりの金メダルになりますもんね。セッターが使い方を怒られてますね。あ、そうですか、このセットは12番のシェルドニックの働きもあるようですが、具体的にどんなことを果たして言われたんでしょうか。8対8です。ラリーポイントのファイナルセット、サーブ権に関係なく点が入ります。バックライトからシェルドニック、ワンタッチはありませんでした。イタリア逆転です。9対8、逆にワンポイントリードを奪いました。これで1点ですもんね。このサーブのミスで1点が入ります。9対9、慎重にいくイタリア、ジャーニーを捕まえました。先にソビエトの方が2桁に乗せました。10対9、また行きましたね、強気ですね、10対10です。一進一退の攻撃です。入ってます。ブロックが入りました。イタリア11対10。ちょっとソビエトの選手がエキサイトしましてイエローカードが出ました。イタリアとソビエトの決勝戦、いやもうラリー制ポイントの面白さを十分にあれですね、味わわせてくれてますね。そうですね、ミスした方が負けです。クロスパイクが決まりました。11対11、ソビエトは77年のワールドカップから82年の世界選手権まで
三大大会5連覇を果たしましたが、しばらく金メダルから遠ざかっております。シェレドニック12対11、見ましょう。ちょっとトスが離れたんですけどね、3枚ブロックで良かったですね。イタリアワンポイントリード、強気、再びソビエト追いつきました。12対12。相当気合も入っています、トスがどうかな。無理な体勢ですが本当によく打ちました。13対12。危ないトスですよね、はい、よく上げてますよ。かつては本当にバレーボール界をリードしてきましたソビエト、久方ぶりの金メダルを狙いますが、イタリアワンポイントリード。これでまた追いつきましたソビエト、13対13。全く五分ですね。そうですね、力と高さの伝統のロシアバレーに対して台頭著しいイタリアンバレー、ブロック2枚、13対13。ラリーポイント、ブロックでマッチポイントを握りました。マッチポイントを握りました。たまらずイタリアチームの方がタイムアウトを取りました。世界選手権の金メダルチームイタリアを相手に 1,2 セットを失ったソビエトが逆にマッチポイントを取りました、この場面でもね、バックにゾルジがいるんですよ、ライトにね、はい、でも使えないんですよね今ね。そうですね、サーブ権は現在ソビエト、そのサーブに関係なくラリーポイントで点が入ります。14対13です。ソビエトがマッチポイントを握っております。このプラトノフ監督に代わりまして、再びソビエトの伝統のバレーボールの黄金時代を築こうという新しく生まれ変わりましたソビエトチーム、マッチポイントです。さあイタリアはネット上ライトから止まったのか。世界選手権の金メダルチーム、よもやの敗戦であります。1990年代は台頭著しいイタリアンバレーと力と高さの伝統ロシアンバレーの復活、ワールドワイドなスポーツになりましたバレーボール、まさにこれからは波乱含みの展開となりそうです。ソビエトチームが大逆転で3対2金メダルを奪い取りました。国際大会久方ぶりの金メダル、喜んでますね。そうですね、かつては本当に70年代から80年代の初めにかけては三大大会5連覇を果たしたソビエトなんですが、国際大会久しぶりの金メダルだけに喜びもひとしおでしょう。しかも相手が世界選手権の金メダルチームだけに。そうですね、そしてこのソ連チームは若いですからね、これをきっかけにやっぱり自信持ったらすごいチームになってきますよね。そうですね、ソ連に敗れたイタリア、ベラスコ監督、それからこのゾルジが映りましたけれど、大14対7から失ったのがやっぱり響きましたかね。そうですね、あそこはもう本当に全てだったですね、はい、いやそれにしても本当に最後は見応えのあるいい内容の試合だったですね。そうですね、ソビエトがあそこの第3セット14対7から連続9ポイント取りまして、やっぱりソビエトの伝統がまた復活してきたかなと思わせる決勝戦になりましたけれど、残り時間がまだあと2分ほど現場でありますので、改めて森田さんお願いいたします、はい、このソビエトがファイナルセットブロック5本が出まして、15対13。で最後はエースを止めましたからね、ソルジを止めました、角度を変えて、いやーやったーって感じですね。
で、あんまりね、表情豊かじゃないパラトノフ監督はね、万歳してましたもんね。よほど嬉しかったんですね、まだ本当に余韻が残っているようです。まあ、ニューヘンの時には森田さんたちもファイナルセットで準決勝ブルガリア戦ですか、大逆転を演じて金メダルを取りましたけれど、こうやって見るとソビエトが今日あの世界選手権金メダルチームのイタリアを相手に2セット失ってから大逆転で取ったってのは、若いチームだけに大きな自信になるんじゃないですか。当然になりますね。もうこの自信というのは本当に計り知れないものになると思いますよ。そうですね、またこれで伝統が復活しそうです ね、 そうですね。今までは本当に喜びはさほど表に出さなかったソビエトチームがこういうふうにガッツポーズを見せるようになったんですよね。そうですね。一方敗れました世界選手権の金メダルチームイタリアですが、どうですか振り返りまして。そうですね、やっぱり後半特に3セット取られた後、エースゾロジにですねちょっと制裁がなかったかなという感じを受けましたね。そうですね、応援団も本当に今日は力が入っただけにひとしおのことでしょう、やっぱりこういう4強になりますと、はい、国際中豊かになりますよね。そうですね、決勝戦にふさわしい展開となりました。ファイナルセットでソビエトが3対2イタリアを破りまして久方ぶりの金メダルを手にしました。解説はミスターバレーボール森田純吾さんでした。どうもありがとうございました。どうも失礼しました。